今日はですね、はい、あのこちらの、うん、ハンター株に乗って、うん、1年半ぐらい半ぐらいかな、はい、ちょっと経って、まあ、カスタムっていうか、うん、まあいろいろ取っ替え引っ替えして、うん、まあ、つけたり外したりそうそうそうで、まあ、最終的に今落ち着いたんで、うん、はい、まあその感じを一段落して、はい、うん、あの紹介したいと思います。はい、はい、まずはじめになんですけど、うん、あのこのキタコのカスタムシートですね、うん、2センチのローダウンシートなんですけど、うん、まあ、これローダウンを刺したいっていうよりはあの見た目が好みやって、うん、あ、うん、でもう納車の時から、うん、あの変えたいなと思ってたんですけど、うんうん、たまたま納車の時は在庫がなくて、うん、在庫切れやったよな。そう、俺再販未定やったんですけど、うんうん、ちょっと待ってて踏んでるの、うん、でそしたら数ヶ月後に、うん、あの発売されたんで、うん、そこを買いましたねこれあの、まあ、フラットにしたいっていうのもあって、うんうん、純正やとちょっとこう斜めになってるんで、あ、ちょっと後ろが競り上がってるな。そうだからあの前にずってくんねん。わかる、うん、まあ、これにすることによって結構後ろめに座れるようになって、うんうん、で乗り心地も硬いんですけど、うん、あの痛くなくなりました。純正よりは全然、うん、痛くなくなった。純正めっちゃ痛かったもんね。でも誇張が硬いと思うなんかあの乗車姿勢が変わったからあーそっか、うん、なんかこうなんやろな、骨盤が寝るようになって、うんうん、で今まで座骨が痛かったんですけど、うんうん、なんか尾底骨ら辺で座るようになったんで、あー、より深くこう、そう、だから次痛なるとしたら尾底骨そっちにダメージが、そうそう、座骨から尾底骨になった感じです位置変わってんの、はい、でまあこれはあの CT110 の見た目が好きで、うんうん、でここにこうくぼみがついてて、うんうん、これがなんか CT110 の純正っぽいなと思って見てるな、うん、でまあこれが良かったんですけど、うんうん、今やったらこうくぼんでるやつ何個か、あ、出てる、うん、でもこれ買った時はまだあのなかったんで、うん、はい、でこのキタコのにしました、うん、でその CT110 がの見た目が好きってことで、うん、あのこれですね、これね、はい、これはもうもろにあの CT110 のヒートガードですね、うんうん、でこの中 の, あのベースがあるんですけど、うん、この NAP っていうんですかね、うん、NA プロダクトかなんかですね、うん、はい、まあ、ナップさんですかね、ナップさん、はい、があの作られているベースがあって、うん、まあ、それをつけると、うん、この、 あのネジを使えるというか本付けできる感じ？あ、そう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 、うん、まあ、そのためのベースが売ってたんで、うんうん、セットで、お、これつけるだけで CT110 感が、そう、ちょっとなんかあの、うん、80年代っぽい雰囲気が好きなんで、うんうん、なんかその雰囲気がこれで出たかなと。あー、より出たかな、はい、うん、で、まあこれレトキャリなんですけど、うん、田中翔海さんのやつで、うん、まあ、これはちょっと必須やって、うんうん、まあその理由としてはこのバネであのグローブが挟めるという、これむっちゃいいやな。そうやね、こう走ってて、うん、あのスマホ触りたい時あるやん、うんうん、そう、あの時にこう取って、うん、スマホいじってる間に、うん、こう発信しなあかんよ、そう、信号変わるって時あるよな。そうそうそうその時にここ挟んどいたら、うん、とりあえずは素手でそう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 、次の信号まで飛ばずに行けるしな。そうそうそう、で、あとまあここをあの、うん、蹴ってしまうんで、あー、またぐときに、うん、まあ、ちょっとこれ 見た目か細いんですけど、うんうん、まあなんかこの CT110 のヒートガードと、うん、こう乗り的になんか合ってるかなと。そうやな、うん、太くなくて、そう、まあ、これはあえてメッキじゃなくて、うん、あの黒にしました、うんうん、はい、なんかこのハンターカブのコンセプトがなんかネオクラシックみたいな感じやんか、うん、あ、そう、だからあまりにもクラシックに一応寄りすぎないように、うん、そこはブラック、そこは一応黒でネオっていうことで、あ、そう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 で、あと、うん、まあ、納車時につけたんですけど、うん、このハンドルクロスバーですね、うん、はい、これはあの振動を取るっていうよりは、うん、あのこのスマホホルダーつけたかったんで、うん、まあ、なしでもここにつけれるんですけど、あ、下にか、うん、まあ、ちょっと見にくいかなって、ちょっと目線下がるもんな、うん、であのこれを、うん、
これも何でもよかったんで、うん、まあ、適当に探してたらまあ一番初めに出てきたやつやと思う。あ、そうなんや、うん、メジャーなんかな。エンデュランスの、うんうん、あ、やつですね、うんうん、はい、ほんであと、うん、このミラーですね、うんうん、なんかあのその車体のこのカスタムというか、うん、変えていくにあたっての方向性考えてて、うん、でちょっと80年代っぽく、うん、というか CT110 ぐらいの年代要素をちょっと出したいなと思ったんで、その頃の、はい、うん、でデートナーのこのハイビジミラーですね、うん、でちょっとクラシックにしようと思って、うん、そう、これめちゃくちゃ良くて、一番初め、うん、あの DRC のオフロードミラーにして、うんうんうん、そしたらもうこうブレすぎてあの後ろ の、うん、あの走ってる時にミラー見た時に、うん、後ろの車体の車種が分からんぐらい揺れてて、うん、私も見たけどもう何か分からん、すごかったやろ、そう、わー、色しか分からん、ほんでやばかったんで、うん、あのケミモトの、うんうん、こう可変式のやつ、うんうん、まあ、それも可変式やったんですけど、うん、こう変えて、まあ、それは別に困らなかったんですけど、うんうん、あのまあ、初めはあの、うん、トランプしようと思ってて、ああそうやな、車にそう、うん、で、まあ、こう可変式のやつ買ったんですけど、うんうん、まあ、パーゴさんもバイク取って、そう、免許取って、そう、トランプをしない予定になったんで、うん、はい、で、うん、まあ、クラシックにしたかったんで、そう、このハイビジミラーにしました、うん、オフカーをなくして、オフカーをなくして、これめちゃくちゃ気に入ってて、これめっちゃかっこいいな、うん、ここがねちょっとなんか太いんですよ、そうそう、でこの裏っかはもうプラスチックじゃなくて、うん、あの金属なんで、だ重厚感すごいな、そう、質感高くて、うんうん、であのハイビジミラーをこのハンドル幅に収めたくて、うん、収めたんですよ、うん、でそしたら純正のブレーキやと、うん、飛び出してて、レバーが、そう、なんかブレーキレバーが一番長い状態になってなんか浮き出して、そうやな、そう、なので、うん、このショートブレーキに交換しました、うんうん、このショートブレーキ、うん、あのまあ、中華製の安いやつなんで、うん、初めあのこうブレーキかけるとお隣するようになって、うん、なんかファーン言うてたな、あ、そう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 で、まあ、初め金銭で走ってたんですけど、うん、ちょっとうるさかったんで、結構激しかったもんな、そう、ほんでここのここを削って、うん、ちょっと形状を変えて、うん、試行錯誤して何回かやったら、うん、ちょっと今の形にしたら、うん、もう全然ならなくなって、うん、ちょうどあの苦戦してたな、うん、ちょうど純正と同じタッチぐらいになって、おー、ここもね、あの表面磨きまでしてピッカピカなってもな、そう、ほんまこれ黒なんですけど、うん、ちょっと銀色です、はい、オリジナルになりました、ね、必死に磨いたな、そう、で艶消しで、うん、まあ、見た目は相当好みやったんで、うんうん、どうにかして使いたかったんで、そう、だいぶすっきり収まったよな、収まった、だいぶ頑張って削りました、はい、汗だくなった、そうで方向性がこう、うん、あの80年代のなんかクラシックな雰囲気を出したかったんで、うんうん、このタイヤはじめブロックとかいろいろ考えたんですけど、うんうんうん、まあ、この結果的にあのダンロップのユニバーサルっていう、うんうんうん、まあ、ちょっとクラシックな雰囲気のタイヤにして、うん、はい、ちょっと車体全体をそういうオールドスクールな方向に、うん、方向に、はい、持っていきたかったんで、うん、このユニバーサルにしました、うん、これはどう、あ、これもう縦溝めっちゃ取られるんです、そうなの、純正やと、うん、あの全然縦溝取られなかったんですけど、うんうん、これにしたらめちゃめちゃ縦溝取られてちょっと楽しいな、そうそうそう私のスーパーカブも取られるし、一緒の感じに縦溝来たらバチャバチャしてるな、 うわーってなるような、そう、さっきもすごかったな、そう、ちょっとなんかアドベンチャー感、うん、そう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 なんか楽しくなった普通の道は、あ、取られる、アスファルトっていうよりは、うん、あの字書いてあるやん、道に、ああ、白線とか、あ、そうそうそう、止まれとかっていう、あ、ここでも割と取られる、うん、ああ、へ、うん、普通のアスファルトの接地感は、うんうん、あの純正の方がいいと思う、あ、そうなんや、うん、ただあの、うん、砂利道とか、うんうん、あとあのあれフラットダートみたいなとこはめちゃめちゃ走りやすい、へえ、うん、やっぱブロック調や、そっちで発見しやすい、うん、
そう、特に砂利道とか、うん、もうめちゃめちゃ気持ちよく走れる。あ、そうな、うん、純正ちょっと怖かったけど滑らん感じで。そう、その代わりアスファルトはちょっと接地感薄いかなっていう、うん、そうなんそうそうそうそんな感じで。でももうこれ見た目で選んだんで、うんうんうん、もうめちゃくちゃ気に入ってる。しかもその楽しくなったって感じ。あ、そう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 、その縦溝取られるのも、うん、もう結構楽しい。良さよな、うん、私もスーパーカブそれ楽しいの。そう、なんかアトラクション感あってそう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 楽しんでるし、よりカブっぽくなった。そう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 。でまあこれ太さ、うん、ユニバーサル、うんうん、この太さしか、うん、あの太いのなくて。あ、そうなんか。2.75 までか、うんうん、そうだからもう 2.75 で、うんうん、ピアはほんまは3ぐらい行きたかったんですけど、うん、あ、そうなんや、うん、へえ。だからまあリアも細いままで、うん、おお、そのままで。そのままですね。ほんであと、うん、あのこのサスですね、うん、YSS の2センチダウンですね、うんうん、345mm、うん、であの2センチダウンですね、うん、はい、あにしました。シートと合わせたら結構差が。あ、そうそう、シートで2センチで、うん、この YSS で2センチなんで、うん、まあ2センチって言ってもこう傾いてるし、あ、多分 1.5 センチぐらいじゃん。そっかそっか。うん。まあこれ一応プリロード調整ついてて、うんうん、まあ僕一番あの柔らかい方にしてるんですけど、うんうん、これだいぶ乗り心地よくなった。あ、そうなんや。やっぱり硬くて、うん、純正は。そうで、まあ、ここに YSS のシール貼ってあったんですけど、貼ってあったな。ちょっと純正っぽく見せるために、うん、あの撮りましたまあ色見た目も純正っぽく。そう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 、うん、でまあこれ変えたことによって、うん、ここのタイヤとフェンダーの隙間が、うん、純正結構空いてて、うんうん、なんかそれがあんま好きじゃなくて、うん、そう、なんかこっち開けんねやったら、うん、フロントフェンダーもこう、うん、隙間空いてたらいいのになと思って、うん、あ、同じぐらい。そう、ほんでどっちにするか迷ってて前は前を開けるか、開けるか後ろを下げるか、うんうんうん、そう、ほんで、まあ、後ろを下げて、うん、はい、この隙間がなくなった、うん、まあ、ちょっとあるんですけど、うん、はい、だいぶなくなって、だいぶ純正結構開いてたもんな。そう、ほんでまたこれ、うん、2センチ落としたことによって、うん、めっちゃ嬉しい誤算があって、うん、これあの純正でそのままのサイドスタンドなんですけど、うん、あのまあ、サス変えてへん状態やと、うん、こうめっちゃ倒れすぎて、うん、後ろにこうキャンプ道具積んだ時とか、うんうん、倒れてるな。そう、なんか前輪がクローンって回ってきそうな感じそうそうそう、この後ろがこう回ってくるの、うん、そうそうそう、で倒れようとするんで、うん、あのセンタースタンドでやってたんですけど、うん、キャンプ道具後ろにモリモリ積んだ時ってめちゃくちゃ大変やな。めっちゃ重たいよな。はい、ほんであの西本 の、 あのパワースタンド、うんうん、を一回買って、うんうん、まあ、ここにつけれるやつ、うん、で一回つけたんですけど、うん、まあ、それめっちゃ安定してたんですけど、うん、見た目があんまり好きじゃなかったんで、それ好みじゃなかった。そう、うん、で結局取って、うん、センタースタンドで頑張ってたんですけど、うんうん、まあ、これ2センチダウンすると、うん、後ろに荷物ゴリゴリ乗しても、うん、安定するようになって。すごいよな。そう、もう全然倒れない感じになって今この荷物大体30キロぐらいあるんですけど、うん、このサスを短くしたら、うん、こうなんか安定する下げたことによって、はい、あ、ちょうどね、なんか重さが安定して、こう、ま、回る感じないやん。ないないない、はい、なんかちゃんと支えてるって感じなんか倒れる気配全くなくなった。そう、バランス良くなって、うん、だいたい多分30キロぐらいの荷物、うん、キャンプの時に積んでると思うんですけど、うんうん、そう、今まで倒れそうやったんが、うん、もう全然安定して全くよな、ほんま、うん、すごいな。で下がちょっと緩めなとこでも、うん、全然安定してなあ、うん、でなんかこう馴染んできて、うん、この一番初めにサス交換した時よりも、うん、ちょっとだけ倒れてる気がして、あ、ちょっと斜めにしまったって感じ。そう、うん、なんか普通の状態でも、うん、なんか普通の純正の状態より、うん、いい角度なんちゃうかな。あ、うん、ちょうどいい倒れ方と思う、うん、いい感じで倒れるよ。倒れすぎず立ちすぎずみたいな。そう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 、ちょうどいい角度だっていう。ちょうどいいな、うん、だからこれはなんか結構嬉しい誤算やったかな。やな、なんか荷物積んでも積まんくてもなんかいいバランスやな、うん、そう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 、キャリアの上に乗せる荷物に関しては安定するかな、うん、そうやな。ただこう延長させてる人いるやん。あー、後ろに、うん、あの辺はちょっと分からへんけど、ちょっと話変わってくる、話変わってくるけどこのキャリアの上の荷物においては、う
まあ、30キロぐらい乗しても全然これで安定するんで、絶対パワースタンドいらんかもっていうな。そう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 、うん、だからあの2センチダウン結構おすすめやな。いろんな意味でおすすめな感じ。うん、そうそうそう、乗り心地もやし、はい、うん、でこれが、うん、あの納車時につけた、うん、北子さんの USB 電源、うん、二口のやつですね。二口の、はい、これはもう納車日に、うん、あのつけてもらって、はい、こうハンターつけ場所ぴったり合うしな、まあ、この専用の出るとこがあるんで、なあむっちゃいいなこれ、はい、であと、まあ、これも納車の時に、うん、つけてもらったシフトインジケーターですね、うんうん、はい、これ初めあの青蘭工房さんの、うん、こうシフトインジケーターの、うん、これをつける土台、うん、売っててなんか 3D プリンターで作ってある、うん、そう、それも納車の時にな、あ、そう、ちょっとつけたんですけど、うんうん、なんかちょっと、うん、あのいらんかなと思ってなんか急に撮りたくなった、なんか急に体操の気がしてきた、あ、そう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 、なんかちょうどこう見やすくてよかったんですけど、うんうん、こうなんとなく撮りたくなって、ほんで撮って直付け直付けしたんやな、そう、たまにそんなんなるんですよね他にも外したよな、なんか、あ、そう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 、であと、うん、ここですね、このステップ、このあのそうステップのゴムのとこをちょっと取って、うん、まあこれは結構理由があって、うんうんうん、あのこうステップのゴムついたら結構高くなるやんか、あ、ちょっと足の位置がそう、うん、でこのシート変えて後ろに座るようになったやんか、うんうん、そしたらねちょっとなんか足の角度がこうなるようになって、お、今までは多分ねちょっとこうなってたと思うんですけど、つま先が下がってる、そうそうそう、うんうん、だからね妙に入りづらくなって、うんうん、あの遠くなったんで、あ、ほんで、まあ、ここを低くすることによって、うん、こう結構まっすぐ目になったんで、うんうん、こう仕事を入れやすくなったっていう、うん、あ、微妙でもやっぱ変わんねんな、うん、だいぶ高いで、あれ、あ、そうなんや、うん、結構外したら、うん、こうめちゃくちゃ入れやすくなった、サクサク、うん、まずスーパーカブターボさんの乗せてもらった時に、うんうん、あのまっすぐ目あったから、うんうん、なんかそっちの方が乗りやすかったんで、あ、そっか、うん、でまあ俺もまっすぐ目にしようと思って、うん、取ったらもうめちゃめちゃ乗りやすくなりました、ね、うん、すごいな、やっぱり、はい、段差がない方がいいんやな、あ、そう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 、うんうん、でまあこの後ろカーももうちょっと高い方がいいなと思ってたんで、うんうん、だからちょうど良くなって、外すだけで、うん、こっちは高くなってそっかそっか、はい、相当良くなりましたね、うん、見た目も無骨で、はい、うん、まあ、ほんであと、うん、まあ、これはほんまにどうでもいいとこなんですけど、あの昔、うん、納車したての時はちょっとパーゴさんと二血してたんで、うん、このヘルメットホルダーですね、うんうん、その時の名残です、ね、もういらないんですけど一応一応なんかぶら下げられるな、あ、そう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 、とんの面倒くさかったんでまだつけてるという念のために、はい、うん、でも使ってないですね、せやな、はい、であのこの中なんですけど、うん、このシートの中にヘルメットホルダーです、うん、はい、純正のやつやるとちょっと大変なんで工程がちょっと多すぎて、はい、つけました、うん、まあ、これも NAP、うん、ナップさん、ナップさんですかね、うん、はい、のやつで、これは今でも使ってるやつ、はい、これもあの納車の時に、うん、はい、つけました。ほんで最後なんですけど、うん、まあ、これは関係ないんですけど、うん、あのステッカーですねめっちゃ増えたな、はい、まあ、ここにスラッシャーのシール、うん、でこうパウエルのシールを貼って、うん、でここにこうサンタクルーズとパウエルとボーンズサンタクルーズも2つなったな、はい、あと、まあ、この、うん、この部分にパウエル、パウエルのとこっちも、こっちも、はい、サンタクルーズ、サンタクルーズので、ステッカー好きで、うんうん、結構貼りたい方なんですけど、うん、あの貼るシールはちょっと80年代ぐらいでまとめて、うんうん、一応オールドスクールなステッカーにまとめて、まとめて、はい、貼りました。でこの首シート下にあるとなんかタトゥーっぽい、ね、おー、かわいいやろ。であと、うん、この一番後ろ、うん、キャリアにも、うん、はい、ちょっとステッカー貼ったんですけど、うん、無理やり貼ったんですけどまあこれなんで貼ったかというと、うん、本場はこの見た目のバランス的に、うん、なんかちっちゃいキャリアつけたいんですけど、うん、あ、うん、でもなんかちっちゃいキャリアつけると、うん、この株の持つ道具感
あ、お仕事感みたいな、そう、うん、がちょっとなくなるのかなと思ってちょっと迷ってて、うんうんうん、でまあキャンプも行くんで、そうやな、うん、あとなんかここちっちゃなると、うん、このプラスチック感が浮くんちゃうかなと思って、あ、そうなったら、うん、そうなったらこれも変えなあかん、ちっちゃいのに変えたくなるでそれをちっちゃいのに変えると、うん、フェンダーカットしたなりそうな、なんかどんどんコンパクトにしたくなってくる、そう、めちゃめちゃちょっとハードルどんどん高なっていくんで一個変えるとなってくるよな、そう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 、バランス考えて、そうやな、なので今のとこはもう、うん、これで納得させようと思って、うん、そのためのそう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 、刻印みたいな、いや、なんかこう貼ったしもったいないし、そうだな、取る気ならんかな、確かにな、でも貼ったことによってもかっこよさも出るし、そうそう、まあ個人的には、個人的には、はい、これもちょっと80年代っぽい戒めとして、そうそうそう、まあ、ステッカーは全部、うん、あのオールドスクールにまとめて、かっこいいね、はい、でそうなると、うん、このヘルメットも貼りたくなってきて、うんうん、まあ関係ないですけど、ヘルメットもヘルメットも結構増えたな、オールドスクールでまとめましたね、つばしろもかっこいいな、ちょっと80年代っぽくこういう感じで、はい、で全体的にちょっと80年代感にしたいなと思って、うん、このグリップを純正の赤のグリップに今ちょっと変えるか迷ってて、うん、あーかも、勇気いるな、そう、それがなんか、うん、一回つけるとなかなか簡単には取れへんから、そう、もっと簡単につけたいのよな、ミラーみたいにそうそうそう、なんか試して失敗やった時のダメージが、そうやね、ハードル高い、そう、ダメージでかすぎて、わかるわ、ちょっと今迷ってる最中ですね、迷ってる要相談やね、そう、なんか失敗する可能性もあるから、そう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 、うん、イメージだったらかっこいいけどな、そう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 、想像上では一応そんな感じかな、うん、はい、納車時に思ってたイメージとだいぶ変わったんちゃう、だいぶ変わった変わった、なあ、初めはあの、うん、オフ感出そうかな思ってて、そうやな、ミラーもそうやったもんな、そうで、タイヤもちょっと太くしようと思って、うんうん、でこのフロントフェンダーも上げて、うん、とか考えてたんですけど、うんうん、そう、ちょっとなんか方向性が変わってきて、うん、だいぶ変わったな、そうで、まあこういう感じになったんですけど、うん、あとこの、うん、これをちょっとなんかクリアじゃなくて、うん、黄色にしたいなとか、あ、そうか、ハンターはクリアなのな、そう、なんか後ろもこれと同じで、うんうん、黄色にできたらいいなとか、まあ、あとリアのリアもな、うん、指示器もな、うん、ちょっとね、黄色黄色になるともうちょっとクラシックっぽい感じになるかな、あと、まあ、このフロントの、うん、これですね、このライト、ヘッドライト、はい、うん、もうちょっとクラシックなにしようかなと思ってるんですけど、ちっちゃくこれあの、うん、ハンターって暗いってよく言われてるじゃないですか、うんうん、これあのだいぶ下に向けるだけで、うん、ちょっとマシになるな、あ、ちょっと下を照らすことによって、そうそうそう、で、まあ、僕のはこう車高リアだけ落としてるし、うんうん、まあ、ちょっと上がったやんか、あ、そっか、うん、で、まあ、うん、まあこれも一番下まで下げて、うんうん、やっともうだいぶ見やすくなります、ね、夜でも、そう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 、マシ、うんうん、って感じまあ暗くて純正で走ったはる人、うん、一回ちょっとここのネジ緩めて、うんうん、あの下げると角度、はい、うん、でも一番下まで下げても、うん、なんかそこまでスピード出さへんかったら、うん、60キロぐらいまでやったら、うんうん、多分もう一番下下げたぐらいでも、うんうん、全然いいんかな、支障ない感じそうそうそうそこそこ見やすくなるんで、うん、あ、そっか、うん、まあ一番いいのはあの、うん、あのあれついてたら、アフランプ、あ、そう、うんうん、ついてたら一番いいんですけど、そうやな、うん、林道とかやったら、そう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 、山道とかやったら、うん、まあでも自分はそのオフ感出すっていうよりは、うん、ちょっとあのオールドスクールに寄せたかったんで、うんうん、でまああのフォグランプつけんと、うん、無理やり下向けて角度で、うん、でもこの形一緒でちょっと明るくできるみたいなんで、うんうん、おいおいはそれするかもしれないですけど、あ、おいおいは、うんうん、まあ、でも夜あんま走んないんで、そうやな、今んとこは、うん、そう、問題ない、でもここクラシックにすると、うん、この辺も色変えたくなるし、そうやな、そこ変えるときは大掛かりな処理が必要、1個変えると結構合わせていろいろ出てくるし、そうやな、ここ変えるんやったらここもってなってくるよな、そう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 、そういう感じですね、うんうん、
ということで、こちらの、ハンターカブを1年半乗って、こうなりました、という動画でした、はい、外したものもあり、はい、つけたものもあり、はい、と以上です、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Rage on that beat, going crazy.